友鶴は、日本海軍の水雷艇。千鳥型の三番艇である。ロンドン軍縮条約の影響によりミに駆逐艦とも言えるほど、重武装の艦艇であったが、演習中転覆するという友鶴事件を引き起こし、改善工事を実施した。1932年11月11日に、前鶴洋工部工作部で寄港。同年12月10日、友鶴と命名され、 水雷艇に類別。1933年10月1日浸水。1934年2月24日に浸航し、佐世保陳述席第21水雷隊に編入された。1934年3月12日午前4時12分頃サセ世保郊外で夜間訓練中、公典のため転覆し、殉職者72名を含む、 総数百名の犠牲者を出すという事故が起こった。同日午後2時5分に転覆した友鶴を発見し、佐世保警備船隊機関、立田が栄光して、翌日午前7時に佐世保に到着。佐世保海軍交渉ドックに入居させ、艇内から生存者10名を救出した。調査の結果、千鳥型を含む藤本機構造船少将が設計していた艦は、 復元性の不足が指摘され、改善工事が行われた。トモズルの修理、復旧工事、復元性の改善工事は、佐世保交渉で行われ、1935年5月に完成した。1935年9月に第4艦隊事件が、おきちどり型も1936年8月から11月にかけて改善工事が行われた。 詳細は明らかでないが多感ほど大きな問題にはならなかったようである。ただ速力はさらに低下し27ノットほどだったと言われる。1936年12月に第21水雷隊を同系艇4隻で編成し、中国方面へ進出、上陸支援や封鎖作戦などに従事した。太平洋戦争開戦後、初戦は南方の攻略作戦を支援。 その後は、戦護衛などに従事した。1942年3月15日に、軽巡洋艦、絹、水上規模艦、シトセヤ、駆逐艦、石風、トキツカゼなどと共に、N 攻略部隊を編成し、同月末から西部ニューギニア艦艇作戦に従事。N 攻略部隊は、安ン,ンに集結し、3月29日夜から30日早朝に、かけて出撃。 4月22日に N 攻略部隊は、マの区割りに集結完了して、作戦を終了し、翌日 N 攻略部隊の編成が解かれた。続いて、軽巡洋艦、イスズなどと共に S 攻略部隊を編成し、小寸田列島艦,艦艇作戦に従事。友鶴は、集結地のスラバヤに5月7日に到着し、翌日部隊は同地を出撃。 5月21日から25日にかけて、スラバヤに帰島し、5月25日に S 攻略部隊の編成は解かれた。1943年1月2日から5日に、陸軍の杉浦主体が国玉丸で安本からある諸島へ輸送され、友鶴と初狩りがそれを護衛した。続いて友モは杉浦主体の一部を海諸島へ輸送。6日に輸送を終え、 アンボンへ向かったが、その途中で爆撃を受けし禁断で損傷死者7名、負傷者7名を出した。トモツルは、機械室と第二貫室に浸水して、航行不能となり、初狩日に栄光されて12日にアンボンに到着した。米空母機の攻撃により、沈没寸前のトモツル米軍の沖縄来航を間近に控え、日本軍は南西諸島へ緊急輸送を行った。 友鶴は、かは、金304戦団を護衛して3月13日に、鹿児島を出港し、那覇に向かったが、18日、第58機動部隊が、九州方面に来襲したためを山形面に、期待した。その後、目的地に向けて航行中の24日、沖縄方面を空襲中の、第58機動部隊の空母機に発見され、東、シナ海において、 空襲を受けて沈没した。対戦の終盤まで活躍したものの1945年3月24日、金304戦団護衛中に、天見大島西方で、米空母艦載機の爆撃により沈没。同年5月10日に除籍。ありがとうございます。